倉本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、任命状の授与となります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。任命状、倉持飛鳥殿、あなたをピカパワープロ野球 PR アンバサダーに任命します。一人でも多くのプロ野球ファンを増やすため、私たちと共に、プロ野球の魅力を伝える PR 活動をお願いします。はい、平成28年2月6日スカパー J サット株式会社、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、クラムスか、あれ、ナイス、はい、OK です。ありがとうございます。続きまして、スカパープロ野球 PR アンバサダーのユニフォームもご用意しておりますので、はい、着用していただければと思います。はい、一旦話を、はい、じゃあ、はい、はい、わ、すごい、入団会見みたい。ありがとうございます。ちょっと止めていただいてください。さらに今回アンバサダーとしてたくさんの方とご挨拶していただくためのお名刺もご用意しておりますので、後ほど皆様とご挨拶させていただければと思っております。今名刺ありますか。はい、一応それでは倉持さんより一言就任のご挨拶をお願いいたします。はい、この度改めまして、スカパープロ野球 PR アンバサダーに就任しました倉持飛鳥です。私は本当に昔からプロ野球というものに、すごく身近に感じて、今まで生きてきたので、こうして本当にプロ野球のお仕事を年間通してさせていただけることが何よりも嬉しくて、先ほど番組の方で父が今ソフトバンクの方のキャンプに行って、なんかまさか父とこんなに近い仕事をできるとは思ってなかったので、それがすごく嬉しいですし、一番近くに一番厳しくて頼りになる人がいるので、年間通してプロ野球の魅力を私なりにお伝えしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。倉持さんにはスカパープロ野球 PR アンバサダーの初仕事として明日もキャンプ特番にご出演いただきます。倉持さん、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。就任式は以上となります。これより、簡単な質問とさせていただきますが、ご質問ある方お手を挙げていただければと思います。はい、どうぞ。倉持さんが先ほどの倉持さんなりの、はい、プロ野球を楽しみたら感想を楽しみたかったです。はい、どういったところに注目されてみますか。そうですね、甲子園から応援するっていうパターンもやっぱ一番熱が入りやすいというか、この選手がどこの球団に指名されていくっていうのを楽しむのもいいですし、今だとやっぱりいろんな球団に好きな女子というのが、カープ女子というか、いろいろ織姫とかいろいろあると思うんですけども、なんかそういう女子はやっぱりグッズを集めて応援するっていうのが一番こう盛り上がりやすいし、いろんな各球団の可愛らしいグッズがたくさん出ているので、ぜひグッズをゲットして応援していただけたらいいなと思います。はい、現地に行って、で家にいる時もグッズを身につけてもいいですし、目に見えるところに飾っていただいても。はい、特に注目するチームや選手というのはありますか。はい、そうですね、まあ、父がロッテっていうのもありまして、ロッテの平沢大河選手はかなり本当に救世主になってほしいなというか、今年ロッテが飛躍してもらうにはかなりキーパーソンとなる選手なので、ぜひ、まあ、でも本当にまだ1年目なので怪我しないようにだけ気をつけていただいて、まあ、鈴木大地選手とどっちがこのポジションを取るのかっていうところも今はすごく注目してます。